はい、皆さん後半戦です。後半戦です。さあ、我々長野まで来て、皆さんが、まあ、約マイナス600枚ぐらいですか。今600枚ちょいぐらいですかね。はい、まあちょっと、まあ、S さんはね、1000円で2000枚出たんでプラスなんですけど、これは今すごい楽しい気分ですから、はい、ちょっとですね、はい、まあ、朝からですが稼働が良すぎてですね、移動先に困っているところですけど、ちょっと1回後半、ね、はい、今始まったんで 見に行こうかなと。まあひょっとしたら空いてるかもしれないですからね、はい、何がか分かんないけど見に行きましょう、はい。バラエティも1年も空いてない。いや、これずっと空いてる。バイオ、あ、エビスマスカット、あとエビスマスこの稼働ではもうパチンコ行くか、もうパチンコしかなさそうですね。あと皆さんの大好きなジャグラーか、なるべく触りたくはありませんね北斗無双は今現行機で一番瞬発力あるの北斗無双ですけど、空いてませんね、残念ながら。空いてない、はい、ケージもパンパン、寝台ですから。もう豊丸しかないんじゃないですか、豊丸。なんで豊丸なんだよ。困った時の豊丸ですよ。豊丸って何の台があるのかも分かんないよ。ソフトデマンドかロボ芸者ダメでしょ、天下一戦。このダイスすごくない？そうですね、これが羽物コーナーかな。あー、餃子もありますね、はい、ただ餃子、これは大盛りプラスか。43分の1はつらいよ。43分の1はつらい。まあこの客付き見るに絶対仕事打つべきなんだけど、まだ可能性があるとすれば私の代なのかもしれないけど、まあ続行ってことですかね。そう、設定を追うんだったら落ちてる代はまずないと思うし、まあね、打ちますか。ミラクル起こしましょうか。ミラクル起こしましょう、まあ、全部、万が一全部なくなったら日本酒飲みに行きましょう。はい、ミラケを。さあ、皆さんにか続行、続行します。もうこれはしょうがないです、稼働が良すぎて。逃げむれぞ。あー、これは2ゲーム連続でスイカを引いたのか、スイカで当たったのか、確定破れたのか。2ゲームで連続で引けると思わなかったからね。あ、299ゲームあら、当たってる。なるじじじ、なんでジェジェジェとか出てきましたジェジェジェじゃないですか、びっくりしましたよ。いや、なんかスイカ引いて、はい、次のゲームでまた全てあーって2ゲームで引くと思わなかったらパパパって押したら、あ、そうなんですね。まあでもスイカじゃないですか。スイカ2ゲーム連続で引いて次のゲームで光ったのか、その後が確定役だとかちょっとわからないけど。確定役引きます、たま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 スイカ2連続で 2個目のスイカで当たったってことじゃないですかかなとはまあまあ思うけど、だったら上がっててほしいな。そうですね、確かに。レンチャン抜け後の最初の初当たり、そう、なかなかここの一発では上がらないんだけど、マジで上がってほしいな、この。そうですね。さあ、勝負の3点ゲーム。厳しいよな。ただスイカで当たったっぽいから。まあそこですね、希望を持つとしたら。お、スイカ。どうだ。ああ、そんなに虫は良くないのか。さあ、27ゲーム目、ちょっと厳しいですね。さあ、次で31、32、はい、ダメですね。この下皿で次、初当たり引けたらいいんだけど。そうですね。そういえば私、この間初めて、はい、魔法少女マドカマギカを全部見たんです、全話。ああ、はいはいはい。見た？ことある？はい、
っちゃ泣いたんですけど。ない。めっちゃ泣いたんですけど、一日で全部見たの。一日で全部見たの。ちょっとため作ってからちょっと泣いたんですけどっていうのやめてもらっていいですか。ちょっと恥ずかしいなと思って。いやでもいい話ですよね。だから、はい、あのホムラちゃんでしょ。ホムラちゃんね。いい感動しますよねやっぱね。ホムラちゃん素敵だなと思って。いやー、侮れないああいうやつも。侮れないですね。あのやっぱマミさんがどうこうなっちゃうくらいから面白くなりますよね。マミさん死んだ時にもう泣いてたからね。今僕が見てない人のためにオブラートに包んでいったのに。あ、死んだとか言ってたの。いや、見てない人の方が少ないでしょ、そろって打ってる人で。そうですね。私はもう初めてですから、あれ見たの。お、あいつになってやっぱ光るよね。あ、出てる。92ゲーム。僕はいなくなってるな。今当たった。はい、あいついないと光るわーって本当ですね。え、レア役じゃなくて普通に当たった。どうにか下皿でギリギリ当たりました。いやマジでここで上がんないと辛いなーですね。さあこれが2回目の高設定だったらこれ上がる当たりですが、はい。頑張って光ってくれないかな。右の台か光ったのね。光んなそう。お、あ、やった、上がりましたね。お、悪くないんじゃない。よしよし、はい、2回で、ね、そうですね、2回目の初当たりで上がりましたね。8ゲーム、はい、悪くないっすね。悪くないっすね。今はご覧のような動きになってますね。朝一初当たりで、2回目の当たりで天国入って、で1回抜けたものの2回目の初当たりで天国に上がった模様です。やべ、怖っ。2連はほんと最低。あー、こうなると上がってなかった可能性まで見えてくる。最悪。さて、ミカちゃんが、なんでミカちゃん連チャンしてない。おー、スイカ、あー、抜けちゃいそうじゃん。あー、マジかよこれ。何、あらあら、上がってなかったかもしれないじゃんねこれ。うわ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 、なんとも見ないですね。さあ抜けちゃいましたミカちゃん。上がってなかった可能性が出てくるからやめてほしいよね、2連って。あーやだ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 、また始めるのこれを。まあさすが1台やってる、まだ空いてれば。嘘みたいな確率の台打ちたくない。じゃあこれ200まで打つわ。200まで、その方がマシだ。クソみたいなバーサス打つぐらい夢がこっちの方がある。ただもう実践内容としてクソつまんないですからね今の時点でクソつまんない動画になってますよ。さあ水瀬美香のイヤイヤ期が始まりましたね。イヤイヤ期が2連って始まらないもん。2連ってなんで頑張ってきたのに2連なんだよって感じじゃん。そうですね、まあちょっとな。実際は1回しか当たってないってことでしょ、連チャン中に。ここ最近何ヶ月連勝してんだろう。連勝、連勝してるじゃん。ああそうですね、あのね、ゴッド作戦にしてからね、トライミー私を信じて作戦に切り替えてからもう全部うまくいってるんですよ。その作戦名は違うんだけど、あなたは勝手に言ってるだけだけど、そのダサい作戦名。いやーちょっとどうだろうな、日申しもいないかな。100ゲーム超えましたね。なんかでも
雪が降った時よりなんかくだらねえこと喋ってる時の方がなぜかいいねが多い謎の現象が起こってるんですけど、いやそれ違くないって思うんですよ。くだらないことがみんな好きなのかな、なんですかね、くだらない下ネタがいいのかな。外でさ、はい、やったことある？ないです。ないの？ないの、あるんかい。なんかありそうじゃん。あ、僕がですか、うん、ないないない。あ、ただ露天風呂ある。露天、貸し切り露天風呂。貸し切り露天風呂、これはみんなあるでしょ。あんなみんなやるでしょ。あれはみんなやる、しょうがないよ。一回はやるよ。みんなやりますよ、ね、でもなんか水の中ってあれバチャバチャして集中できないですよね、それこそ。バチャバチャしてっていうか、なんか液体が流れて流れ出して、はい、せっかく濡れたものが。そう、そんな具体的に言わなくていいですよ。せっかく流れた液が。何言ってるんですか。いや、私のことじゃなくてね、入りづらいでしょ。いや、もうからさまに体験談だったのか。体験談じゃない。引かんねえしさ。引かんねえしさ。こいつ引かんねえしよ。90ゲーム経過。こいつ出る気ないんだよ、本当に。ドキドキやめよう。さあ、ついに山が動きます。みなせみか、おきどき断念。ダメですね。移動します、パチンコに、はい、いい焼き台なありませんでした。ありません。一生懸命、私たち一生懸命探しましたが、珍しいですよ、こんなに歩くの、はい、めったに歩くこともない。そんなに歩いてねえだろ、別に。25杯だったら1000枚入ってるけど、何百枚ですね、これ722枚でした、うん、くしくも最初のレンチャンの時の枚数。そうです、そうですね、半分くらい帰ってきてる状態で、じゃあパチンコ行きますかもね。オクトムスは満席のまま。お、1台空いてるんじゃない。1台だけ空いてる。てかいいかも、北斗無双打てば。はい、やっぱパンパンなのには理由があるっていうことですかね。はい、まあ、回してないから何とも分からないけど、とりあえず打ちますか。はい、じゃあ北斗無双ということで、はい、光、はい、というわけで、はい、北斗無双移動してまいりました。北斗無双で当たった記憶が何ヶ月もないんですけど、面白かった記憶がある。面白かった記憶がある。記憶あります。これちょっと簡単にスペック説明してください。書いてあるじゃん、319でしょ。319ですね。当たりが、初当たり確率が319分の1で、6ラウンド下腹編と6ラウンド通常が1対1、16ラウンドがの確編が 50% で、あと4ラウンド確編が 36% で、それ以外が 14% で、 ST ですね、ST タイプですね、はい、ST が130回転、2分の1で ST 入るか入らないかです、初当たりに対して、はい、とりあえず ST 当てましょう、はい、501回転からスタート。今の時点ではかなり回ってるんだけど。なるほど、回ってますよね、うん、確かに。とりあえず制限で23ですね。あー、全然トーカーで 16.6 あればいいみたいだから、3円でも19あればプラスはまあボーダーって感じなんで、じゃあボーダープラスって、ね、一応今はね、これ村ね、最近のパチンコ村激しいもんね。まあでもここのお客さんはずっと粘ってるっぽいですよね、この島の。そう、ここの北斗無双さっきも1台も空いてなかったんで、朝からこれ打つのが正解だった気がする。こんなにプラスなんだったら5点でした。これ設定6ですよ、もう。設定6ある意味見えてる、設定6、うん、これ4万円目。まあ319分の1だからね、邪魔に行かないって。今のところ1回も厚みにしてないから。そうですね。青しかなんねえな、今まだ青、青3回目これ。はい、だめ。また車で反省会かな、これ。そうだな。そうだなじゃないですよ。そうだなじゃないですよ。私の全財産あと3000なんだ。じゃあ3000は使い切りましょう。今のミカちゃんはダメですわ。ミカちゃんって何なんだよ。
あと1時間で出発しちゃうよ電車が。だからあ、緑になった、緑来た。さあ、本日初の緑保留当たれよもう。まあちょっと残り時間と皆さんの残金的にラストチャンスかな。止まったら当たらない、緑じゃ無理よ。あららら、らネクストになるんだろうな、ちょっとここはどうしたって。だからこれは100になりますと。はい、で、まあ、扉がいいんでした。ウイリッチどこに行くのか。あー、赤になったけど、はい、ビーチ自体は超寒いと思います。あー、そうなんだ。ただ赤にはなってますから、ここだけで言うと30パーくらいなんじゃないですか。あれもう文字も赤いけど、あー、リーチがちょっと弱いと。こっちのキャラはよくわかんない。あ、赤い方、はい、でもキリンがいなかったね。当たんないかなこれ。当たったら1時間 1本遅らせるから電車。そうですね。あらあら、ラオウのくせに負けんなよあんなでっかいさ、国王のってさ、負けんなよ、ほらもう国王のでかさ関係ないでしょ。3級でやめて、3級止まりでいい投資。え、なんでそんな中途半端なところやめて。なんか3級でやめたいよくわかんないですけど、3万円台でやめたいの、そのし気持ち的に4万円台になりたくない。なるほど、化粧なんすよ、先生えいや、なんでもない、大丈夫。あら、最終終点 通ったよ、制圧したよ出た、いきなり赤ホール、あれ赤ホールになってますよね。で、またこれだもん、リーチ、はい、さっきのリーチ、またさっきと同じじゃん、これ。なるほど、あ、こっちの方が熱いんだけど、赤とキリンとかだったらね、こっちキリンだからさ、外れます。ダメだもん、今日はダメだダメだ。さあ、というわけで、まあ今日は投資3級で、3級でやりますよ、もう、はい、じゃあ、詳しくはエンディングということで、はい、はい、はい、では皆さん、本日の収支お願いします。はい、投資3万9000円、回収722枚で、マイナス1228枚です。はい、まあ、ちょっとやられちゃいましたね。久しぶりに負けましたね、そうですね、上から見なして。そして上からで久々の敗北と。もう今日はでももう、本当にあの朝の抽選。まあ、朝の抽選がね。大きな敗因です。はい、466。結局なんか850人ぐらい受けてたのかな、なんかそんなのを考えましたね。まあまあ、そうですね。まあ、ただ今ちょっとふと思ったんですけど、はい、こうパチンコがちょっとダメなんじゃないかって決めつけで入ったでしょ、うん、で最終的に回るパチンコに出会えたと。そうっすねそうっすねじゃなくて、だから最初から打っていいんだったら打ってたよね、多分最初からパチンコもちゃんとチェックしてれば、うん、ひょっとしたらちょっと早くね移動して、そう、好転したかもしれない、事態がね。今まででも調子良かったのにな。調子良かったですよ、皆さん。まあ、これがちょっと2018年一発目っていうことだとちょっとダメですね。寂しいかなっていう感じ。ちょっとクソつまんない動画3ぐらいに入っちゃう、3ぐらいベスト3ぐらいに入っちゃうかもしれないんで、この実践内容が、はい、松本駅まで10分ぐらいで着いちゃうと思いますけど、はい、視聴者サービス的な視聴者サービス買いましたけど、お年玉視聴者プレゼントしましょうか。マネなんか私物とかないですか。私物今は今履いてるパンツでもいいですよないですね、今持ってないわ。じゃあこれシャープいくつだったかな、シャープ番号、まあちょっと出てると思うんですけど、テロップかなんかで、を見て、キーワード何にしましょうか。キーワード今日の展開的に赤保留にしようか赤保留、赤保留、キーワード赤保留、赤保留2回、はい、赤保留2回長い、まあ、ちゃんと見てるのは証明されますよね。そうです、はい、赤保留2回とキーワード答えた方は、まあ、水瀬美香から何かしてもらえる、してもらえる、あるいは何かもらえる。あ、じゃ あのコーヒーレディ呼んであげます。あ、なるほど、結構しますよあれコーヒーレディ、うん、そうですけど、
もうね、昨今のね、YouTuber さんはあのシール作って配ったりさ。シール私作ってもらってたんだよな。あ、そうなんですか。その番組終わっちゃった。それは進捗、番組なくなっちゃったんですか。シールもない。シールはもらえないかもしれないけど、シールがもらえるかもしれないけど。何汁鼻水ぐらいだったらいいんじゃない。鼻水もちょっと嫌だな。何言ってるでしょう、ね、どうすんだろうね、鼻水欲しい人いたらさ。なんちゅう会話してる。まあ、じゃあちょっとそこは保留ということで、何かまあ考えておきますが、キーワード赤保留2回ですね。赤保留2回、何かがありますよ。赤保留2回って言った、はい、赤保留2回っていうふうに耳打ちしたら、水瀬美香がパッと動き出すかもしれない。耳打ちじゃなくてもいいです。でかい声で赤保留2回って言ってくれれば、はい、なるほどなるほど、はい。まあ、先着にしましょう。じゃあそうですね、先着、数えてって、はい、じゃあ先着何名しましょうか。先着じゃあ30人。あ、結構多いですね。多いですか。上から見なせの、上から見なせの、まあ、次回の収録で、まあ、赤保留2回っていうふうに、うん、あの声をかけていただいた方は ね、まあ、ちょっと皆さんの方から何か。ただですよ、次回の収録、はい、なんとなんと、はい、開会です。あ、この話忘れてましたね。あのドケチな辰巳出版が、まあ、いよいよラスベガスが我々近づいてきたと、うん、これはちょっと現実的なんだけどどうしようという、うん、あたふたしだしたんですよね。で、まあ、ひどい話ですよ、まあ、よくある話なんですけど辰巳出版の場合は、はい、まあ、そこで、まあ、妥協案として、まあ、じゃあお前らカジノに行かせてやると。ただラスベガスは高いから韓国のカジノに行ってこいっていう。勝手な勝手なね。まあでも僕は嬉しいんですけど、良くないですか。別に韓国でカジノはカジノ、規模が違いますよね。ああ、なるほどね。あの雰囲気込みで、まあね、雰囲気を見てみたいなっていうのはありますけど、楽しみたかったっていうのがあったのかな。うん、まあ、ということで、まあ、この映画公開された後かな、後ですかね、後に上から見なせ韓国カジノ編ということで、そうなんです、カジノ行きます、お送りしたいと思います。はい、まあ、何をするかはちょっとまあ見ての楽しみ。そうですね、はい、もう今までの負け全部チャラになるぐらい勝ってやるわ。なるほど、レート次第ではね、人生逆転ゲームになるかもしれない。なりたい、億万長者になりたい。じゃあ、まあちょっと次回は水瀬美香億万長者を目指すっていうことですね、はい、あー負けるの嫌だ、それこそ怖いよ、負けにヒリヒリするわ、頑張ろう。まあちょっと多数 の、うん、レートの日じゃない、もう尋常じゃないやついきますからね、これ。なるほど、宣言しましたね。いや、行きます、はいはい、はい。ただ今回の動画つまんなくてすいませんでした。何にも見せ場なくて申し訳ございませんでした。最近よく謝れた。いや今回はひどいでしょ、久しぶりにひどいクソ動画になりましたよ、これ。あなたの嫌いなクソつまんない動画です。そうですね、まあちょっと好きなんですけどね。それあんまりトークも弾まなかった。弾まない弾まない。何なんだろう、まあ、次回ね、はい、ドーンっていう動画が、ね、なればいいなって思う、ってやつはね、はい、はい、してできたらと思う。したいです。放送できないぐらいのやつをね、放送、うん、と私止めるかもしれない、カメラ。ちょっとこれ以上は。なるほど、これ以上は、ね、じゃあちょっとその辺も楽しみにしていただけたらと思います。はい、ちょっと本当に盛り上げます。2018年の私たちの初の実践はカジノということで、はい、カジノですね、はい。まあちょっといろんなこと挑戦していきましょう、はい、今年は、はい、ということで楽しみにしていただけたらと思います。はい、さよなら。さよなら。すげえ揺れてた、最後揺れた。生駒武史、嵐、梅谷真、栗、青山亮、平山、神谷玲子、水瀬美香、人気ライターの動画が見たいなら必勝本 WebTV 無料番組多数配信中。さらにスペシャル会員になれば攻略誌全7種の付録 DVD 動画が月々たった500円で見放題。必勝本で一発検索。